はい、皆様こんにちは。リフトドゥンケルハイトでございます。リクに応えて実況プレイ戦国バサラ3宴ソーリーの天下統一続けていきたいと思います。ようこそザビー教へ。はいはい、前回はサイカお姉さんのところに行ってレベルを上げようと頑張りましたが、言うてそんな上がらなかったです。適正力に動きあり。さあ、さあ佐竹さんはおダメイ。やっぱダメか。危険。まさに海賊の川だね。ああ兄貴。調査兵軍転覆。そこに兄貴。めっちゃ西残ってんだ。すっごい東がスカスカイだった。まだまだめっちゃ東がスカスカイだった。レッツ拡大ザビー教大国。何かをちょっと若干なんか若干怪しいフレーズだった。いやここはダメでしょ。ここはダメでしょ。ここはダメ。元成、三成、お市、家康、はい。なんか、選択肢が微妙なのばっかだよ。いや、これはなぁ、元成行こう。潰れる前に元成行こう。潰れる前に元成行かなきゃ。これはちょっと今、元成前も行ったしなぁ、宗茂さんの時に、宗茂さん、あ、サンデーって思いましたよ。これは行かなきゃいけない。もうちょい、ここの音響が、片方がめんどくせえから、じゃあ、なんか違うので、豊か倍率、0.5 だしなぁ。敵軍全員体力が2倍になる代わりに敵撃破時の入手権経験値が上昇する。上昇の度合いによるよね。わかんねえし、みたいな。サスケと一緒に装備してレベル上げていくか。んじゃあサスケは、まあ体力でいっか。ワンチャン死にかかったらごめんね。よし、ほなこれで。で、あ、ちょっと危なかった。ソーリンの扇、こう面影、いや、面影どうなんだろうな。敵としてこれ遭遇してやられるとすっげえうざいんだけど、だって全然もうスーパーマンなんだもん。サンデーサンデー素晴らしいサンデー、レジェンドオブ信者。黙れ、我が名はサンデー、いや毛利元サンクやばいやばい。もうなんか洗脳なのか二重人格なのかもなんかよく分からなくなってる。どないなっとんねみたいな。伝説のタクティシャン迎えに参りました。タクティシャンだと、なんだそれは。なんだそれは言われてますけど、毛利元就に愛を解け。やべえ。お送りくだされ、ナム八幡大菩薩。あなたの面影ないです。あー、くるくるなる。え、ツールサンクは？あー、出た。これが、R 技だとこうなるね。ザビー様のお尻にはダイエット効果があるとかないとか、そんな感じですよ。ぐる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 で？ L1 サンクは？いや、三角を押すとぐるぐるで、ほんで、単純に R を押すと、くるくるくるになる。強いっちゃ強いが、まあ、なんだろう。痛い。ただまあ、出だしがどうしても遅いからな。どうしようかなっていう感じでは。あー、間違えました。どこにやっちゃいました。3本程度の倒れ。ついでにこれでダウンって間に合わないか。あー、ギリギリ。だからこのタイミングとかで面影でくるくるがめちゃめちゃ強い。真なる防備をその目に焼き付けよ。行け、カラスキの御旗を掲げよ。普通に
近くでやってたりしたら落ち着きなさーいってなる。頑張れば道は開けます。ダメなら癒着や団子ザビー様譲り。ほうひょう、くる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 、多分普通に、あー落ちた。普通にあの R2 で元に戻るんじゃないかなと思う。ただまあなんだろうな、この下船のものがレベルが上がってからかな、もうちょっと強くなってからかな。来るがよい、必ずや生きて帰る。韓国 JK さんだ。その容姿なら合格するかもしれませんよ、ザビースジュニアのオーディションに。顔で決めるってのやった。韓国 JK さんやった、やってるな。事前に謀殺しておくべきであったか。それはそうかもしれない。これ式の危機、耐えねば何とする。おう、届いてないか。逃げるのだけが上手くなってくぜ。俺が壁になる。たまには格好つけさせろ。間違えましたね。誰か殴ってください。あ、殴ってくれたけど遅かった。殴るのが遅いです。名前なんて洗礼名だけでいいのに。痛い痛い。大事の前の勝事。なんだ。戦はまだ負けではない。なんだ。地味に食らっていく。ザビー様は言いますと、好き嫌い好き。あ、ジャンプ攻撃とか。好きだ。怖くてたまらねえのに心が踊る。おお、空中アタックか。割とこれはなんか強そうな雰囲気はあるけどね。普通にこれだとドンなんだよね。どうなの、強いんかな。ちょっと上からアタックが。あ、え、ちょ待って。あ、ソーリージャンプしながら移動できるじゃん。え、強っ。おお、これは初めて知ったな。あれに乗せてもらえるかな。ごめん、多少飛べるじゃん。多少飛べるじゃん。案ずるな、我らとて元成様の思惑は分かる。面影やってる間結構な、なんだろう、隙はあるって言ったら、ジャンプの間も。あーあ、なんかちょっと懐かしい。あ、ザビーさん、ああザビー様やってたよね。ああガキンってやりとか、ザビー様があんなやってたよね。この辺りにもザビー様は来ていないようですね。来てそうだけどな。総理だけで頑張ってみよう。時間かかるからしばらくはサスケでちょっとパパパーっと陣潰すか。はい、大鏡のこともあるしね。はい、うい。これぞテルヒの大鏡。早いんだろう。天月の力にて全てを焼き尽くせ。ただこれがマジでさ革命的だと思うわ。総理、総理の印象をちょっと、あ、間違えました。陣を奪取しろ。なんかちょっと総理のなんか再認識じゃない、再評価できるみたいな。捨ておくがいい。これは意外。うわお、使いこなせば強そうで、あるよっぽい。今日のザビー、それは怖い。昨日の敵がみんなザビーになったら怖すぎるんだよ。死んじゃってことなんだろうけど、言いたいのは死んじゃってことなんだろう。狼が奪われたか。皆の者、陣を取り戻し、光を収束させよ。オッケー、もう一人。あれ、どういった、いた。落ち込みなさい。今までさびらなかったツケですよ。行くぞ。おい、あ、こた敵軍に報いる意志となるまで。ちょっとまあ一旦スルーして。今すぐ降参すれば特別扱いしてやります。これ逆に総理ってことね。一日ザビー教幹部なんていかがです。真下か、真下がないと当たんないっていう意味ではちょっと職一心に間違えました。散るは物の負、逃げるは民草よ。あー違う、チェンジしたいのにボタンが。念仏教えて。オッケー、ボタンが言うこと聞いてくれないんです。後悔しますよ。ちょっと激しく根に持つ性格、ザビー様譲り。ほいしょい。
私の研究によると、どこ行った？ザビー教の洗礼名には、なんと分析しても規則性が見つからない。頑張って分析してきたんだね。熱が増したか。お疲れ様って感じ。そんな構えで大丈夫か？ならばいざ。相手死して当然。それだけの覚悟で。久々にサスケやるんだけど、下手いんだね私。くそ下手いだったね。俺の必殺技聞きやすい。はい。予見の通りに来たか。予見されてました。あなたの洗礼名はエゾヒグマに決まりました。なぜなら爆弾兵がいるから。ほっほえー、あぶねー、許された。ほっ、はい、へい。使っとけばいいんじゃないかなっていう。でも、あまり動きすぎるとね、ダッシュしちゃうから歌が途切っちゃうんだよね。豊臣の全盛期を。俺の必殺技、海底版聞きやしねー。おっ、しょう。まあいっか、次ウィー。お、お達持ったんかい。これは早いよねっていう話。稲の者、あと裏におるな。拙者に任せい。にゃん、ほい、よいしょい。この辺なんかいるんだよ。いたいた、軍隊かよ。耳元で自己紹介してやりましょう。ほっ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 。それ全然あの自己紹介になってないんだよね。夫人を破った程度で間違えたよ。ほっ、ドーン。ポーズ決めるのが腹立つ。やった？やったかな？おし、ケイ。じゃあ行こう。ほい？ほいほい。よいしょい。あいつは無視。さっさと行く。それがしと出会った。それが貴殿の失策だ。色旗きれいに洗濯しといてよかった。あ、待って、この辺先やってからしよう。どうせ捨て駒。オッケー。俺が死んでも代わりはいる。あ、ごめん、入るタイミングすぎました。さあ、まずはジンを潰さなければいけない。息を殺し、サスケにジン潰してもらってかな。てさあ、どんな反応するか。貴様にその道のりはわかるまい。進め、天月の友柄どもよ。今こそ白日のもとに我が名を記せ。セリフを聞きたいが聞く余裕はあるか。チャック、戦慄をやめろ。我は歌を好まぬ。そんなこと言っていた。我の内から何かが引きずり出されてしまう。引きずりだ、内臓出てくる。あなたは歩くレジェンドです。だそうです。ちょっと場所が悪いね。倒せとは言わん。疲弊させればそれでよい。軍隊をしばき倒して、我が頭上の大鏡を脱するか。あぶねえ。総林様、どうか生温かい笑顔を。まだ序の口を。あー、これ難しいな。燃やしながらは厳しいな。よりによって貴殿が相手か。え、どうした？ここで問題です。いつもニコニコうすら笑いの素敵な中年といえば誰？ちょっとやっぱ時間かかるぐらいサスケになんとかしてもらった方がいいな。はっなんだなんだで中国ってあんたさあ、お約束のコンボを決めていく。奇跡あり。我に心はいらぬ。我の理解など求めぬ。ならこの間に、ただ日輪とあふるる血だけがあればよい。面影準備からの燃やし。我が計りごとを乱せるとは思うな。やばい、
あの位置はまずい。不確定はこの。ぐる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 。ゆえに貴様もこの。燃やす。あーダメです。やっぱ無理がありました。世に最もいらぬもの。はい。それは愚か者の知恵だ。ポイントンからの。施策はめぐれと。腕がめぐらぬか。かもね。はい、一通り終了させていく。そしてからのブーストバサラ技。僕にはザビー様がいます。貴様とは重ねてきた憂慮が違うのだ。攻撃力がありません。東などいらぬわ。中国はスポットライトやりたかったな。スポットライト持ってくるべきだったか。人間悩みすぎてはいけません。いやでもせっかく面影もやりたかったじゃん。ザビー様はほぼまあいいよね。ですよ。ソーリンがいけるか。ソーリンがやれるか。ソーリンがやれるか。やったー。ソーリンでやっていく。我は何も知らぬ。あ、我が名はさ、さん。あ、でもこれは聞き覚えあるな。なんかタイミングで聞いたな。忘れたけど。大注目。勝利を記念して名を改めました。いや、面影、面影もいいけど、なんかこう踊らせてっていうのがあるからさ、踊りのやつ使うかどうか結構か使い勝手。やっぱ面影の方がショット化があればもっといいんだけどね。 あるんかな。あなたの面影と思い出を糧に僕はザビー様と勝利したのです。さあ盛大に祝いましょう。ゴー。それでは一緒にレッツハッピーセレモニー。ちょっと待って、ソーリン。チラッと秒数見ながらな、あれさ、どのぐらいかかるのかなって。結構かかってたね。1分はさすがにないけど、40秒ぐらいあのムービーあるね。長えな。あー、それか。そっか、難易度バーサラーズ、逆に今使ってる武器がレベル上がらないっていう罠？最短の時か。あんま使わねえんだよな。はい、レベル上がっていく。はい、それでは今回はここら辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。